人も逃がさない。
ございます。おはようございます。あ、 TFT 研究しちゃいました。なんかやるなら止めます。 TFT やりましょうやりましょう。え、ノーマルでもいいっすよ。あ、いやいや、あの TFT 僕もちょうど今からやろうかな。誰もいなかったらやろうかなって思ったんです。あと1回で、あと1回でオーブのありがとう。あとでもあと2回4の5までやんなきゃいけないんですよね。ああ、なるほど。どうですか、夏休みはもう終わった感じですかね。とっくの昔に終わりました。ただ今ちょっとあれなんですよね、ちょっと人間関係がうまくいかなくて。学校のですか。はい。あら、学校。そうですか。何人ぐらいなんでしたっけ、一クラス。あの、僕声優クラスは17人ぐらいです。アクタークラスはもっと多いんですよ。多そう。あの、まあ、ちょっと少ないとね、逆に難しいですよね。うまくいってないもんで、いろいろ喧嘩するとかじゃなくて話さない系ですかね。いや、まあ口にするのもわかる。なんか、いや、まあ話すんですけど、ちょっと待ってください、整理してから話します。結構話せば長い感じなんで。おお、はいはい。おお。すごい、知り合いがいたんですか、そこに。違うんだ。はいはい。こう捨て台詞で。はあ。なんだって、すごいなんか漫画みたいな。あら、あー、なんか責任を感じて。なんと、なんと、なんか漫画みたいな話なんですけど。すごい。でも何年前ですか。でもすごいですね、それでも似てるってすごいな。面影があるとかそういうレベルじゃなくて、多分まあ似てるんでしょうね。はいはいはい。でも名字とか違いますよね。そうとも聞こえますね。うん。その子は事情知らないんですよね。ああ、話したんですよ。偉いっすね。さすが。見た目だけなんですかね。あ、そうなんだ。まあ、きっかけは見た目で、本当にその人が好きなら。昔の人がってことです？ああ、
漫画だったらどうなんだそれ。あ、もう終わっちゃったんですか？まだ間に合う。あれ？年も近いんです？ああ、でも同じぐらい。この子まだ彼氏はいないんですよね。もったいないな。ああ、いいんじゃないですか。学業優先。まあ、学業と言っていいのかあれだけど。そうですね。今ね、すごいですよね。声優さん、アイドルみたいだから、有名になったら。そうなんですかね。でも、その話をする場面まで行ったのがすごいですけどね、私としては。ああ、なんで好きなんですかって。やばい、漫画にしなる。ちょっと、はい、すいません。誠実さゆえに。どうしたい？ どうしたい？ 仲良くしたい。その子はあんまり異性と仲良くしたくないんじゃないですかね、学校にいる間は。携帯でやりとりとかってしてるんですか？あ、ね、ああ、じゃあ、学校って何年でしたっけ？ 1 年、2年。でも東京来てよかったじゃないですか。あ、そう。あ、でもそれで学校行かなかったらその子も辛いと思いますよ。自分の責任だと思っちゃうから。堂々巡り。そこまで言われてはいないってことですね。ああ、めっちゃ偉いですね。それは偉い。今の人ね、すごい受動的だから。ああ、もう誘わないでとか言わないね。言わないっすよ。嬉しいからね、多分。誘われるのは多分嫌じゃないと。どんなドラマ？2回っていうのはその新しい子にってことですか？でも今は面白い、偉い。今ね、好きとか言わないのがあれだから。
けどね、好きって言われて嫌な人はあんまいないか。いや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 、なんか友達と一緒、なんか2人じゃなくて複数人でご飯食べに行くとかならまだいいんじゃないですか。私もそういうの苦手だからな、ほとんど一人で一人でいる方が楽だから。なかなか話は聞けるけれど、アドバイスは難しいかもしれない。でもそこまで悩める人がいるっていうのは幸せだと思いますよ。ああ、まだある。いや、全然、そうですか？ちゃんと口に出して言ってるし、いいと思いますよ。あら、過去のことではなくて何があったかあれですが、なるほど。まあ、でも割と思い詰めてるほど相手気にしてない時多いけどね。私もなんか人に言われてその時は気にするけど、やっぱそのうち忘れちゃうし。私が気にし、そうそうそう。私がなんかきついこと言ったなって思うと、割と相手は。あんま覚えてなかったりするし、会社ではそうですけどね。あ、好きとは言ってない。でもきっかけは見た目で中身違うんですよね。中身っていうか性格が違うんですよね。優しいんですよね、多分今の子の。否定なんてしないから。っていうのを言いたいんですよね。同じクラスですしね、そんなに断らないと思う、はっきり。あれ、逆にその子以外にもご飯に誘ったりしてるんですか？それと同じような感じで誘ってる。
その子にしか話しかけてないなら、なんか特別に見てるって感じがするから、まあ、逆に目立っちゃうから嫌なか嫌とかいうのもあるかもしれない。うん、普通でも普通にしてたらね、自然消滅しちゃうかもしれないですね。もったいないな。ああ、いいえ、私は話を聞くしかできないけれど、聞くのが好きなので。人の気持ちは分かんないですからね。自分の気持ちすら分かんないんですから。誠実。自分が誠実だと思うことをやって、それを好いてもらえるかですかね。アプローチはやめないでほしいな。若い人って頑張ってることが多いから、多分なんかもっと人がいるところで誘ったりしてます。いないところとかまあ行かないかな。目立たないところで聞いて。まあでも話せてた方がまだいいんじゃないですか、話せないより。いや、穴があっていいじゃないですか。賢すぎるのもね、あれですけどね。考えすぎちゃって行動できないから。そういうことしてればいずれね、いい人が見つかる気がします。いや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 、私全然そういうのに悩んだことないから羨ましいっすよ。あ、確かにね、会社で人間関係とかこじれたら、なんか私は珍しいって言われたな。なんかあんまり長いこと現場にいると人間関係が気になる人がいるから、すぐ現場変わりたがる子が普通なんだけどって営業の人に言われましたね。
声優のその勉強にも支障が、あでもその子は優先順位がその学業の方だから、学業っていうのがあれだけど、いやいやいや、うーん、まあでもきっとね、正義感から来てるあれだと思いますけど、忘れられないのもね、いやーね、振られたタイミングがあれでしたね、昔の。どう考えても責任感じちゃいますもんね。だって悪くないですもん。振られて、でも振られた時はまだ好きだったんです。なんかこう徐々にもう否定されてたけど好きだった。昔の子の性格でも好きだったし、今の子の性格でも好きだった。それも私から見ても二股に見えますね。いやいやいや、やっぱり好きってことですもんね。その子付き彼氏少ないんですよね、今んとこ。どうにも答えられないと思いますよ、もし好きだったとしても、お互い好きだったとしても。いやいやいや、それは関係ない。その子が学業優先してるなら、まずは天波美希さんも学業頑張ってる姿を見せたらいいと思うけど、声優に、それそこ卒業しても声優になれるかって難しいんですよね、多分。うん。うんうん。それ抜いてるとは思わないけど、まだその子もあんまり学業に差し障るような悩みを持ちたくないと思うんですよね。うん。私だったらそんな面倒くさいことしない。
かの、それ以外の人いるんですか？まあそれはただ言わされてるだけですね。否定されてどうするんですか？難しいですね。何がいいんだろう。消費するものがいいですか？残るものがいいですか？なんか身につけるものは重いってよく聞きますね。話だけ。私は何でももらったら嬉しいからちょっと判断基準になんないかも。あんま高いものはもらいたくないかな。なんかお返し、いやー高い。まあ値段は分かんないんだろうけど。また新聞配達とセカンドってことです？あらー、死にません？大丈夫です？あー、私4時間でもちょっと、まあ、あんまクマが目立たない性分だからあれだけど。あー、バイト始めたて？よう話してますね。いや、いいと思います。積極的じゃないより全然いいと思います。事情も知ってるから、ね、私も学校の時死ぬ気で遅刻しないようにやってたわ。ああ、なんか災難出るところってことですね。まあ、私も遅刻。いや、別にそこまでと思ってないと思いますよ。生活に必要なことしてるんだって知ってるから。私は、そりゃまあそうだと思います。はい、ん？時間に厳しいところを見せたかったってことです？お金を貯めてるってことです？ああ、はい、
か重くないですか、その子にとって。なんか償いをしてるようにしか見えない重すぎるちょっと突っ走りすぎるまあまあまあ、時間が経てばね、多分そういうの分かるとは思うけど、ちょっとまだ若いからな多分そう、学校が終わったらね、どこ行くかも分かんないですよね。会う機会が減るから。いいんですか？ねえ、それでいいと思いますよ。本当に幸せになってもらえればいいじゃないですか。でも本当声優目指してよかったと思いますよ。だって自衛隊にいたらね、会えなかったですよ。誠実だからじゃないですか。いいと思います。なんか最近見ないですね。なんだろう、装飾系じゃないもんねもういいと思います。そういう人はすぐパートナーが見つかると思いますね。積極的だから。やっぱ地方の人ってそうなんですかね、チャンスが少ないから。その分他の人には相談しました？距離、学校、学校、まあ話さないとかあるかもしれないですけどね、距離の置き方。ああですか。じゃあいいと思います。それが普通なんだと思います。普通にしてほしいと思うけどね、学業。まあでも学業終わっちゃったらって焦るのも分かる。あらあらあら、これね、レベル上がるんですけど、さっきも負けちゃったんですよね。ほとんど5体ぐらい 3レベルいたんですけど、3位か。ぐらいで終わってる。そうですかね。でも多分レオナが出せない。ああ、ついにここまで来てしまったわ。完成形のアイテムが出ると。
ちゃ強い人いるのこれ。朝しようか。そうですかね。これ勝てるのかな。これ、あ、そうです。そうなの。なんかさい、ど、どうなんだろう。さっきもなんかこれぐらい集まりましたけど。何も考えてない硬いやつ前に出してみたいちょっと左と右に分けようかな。はい、遠くてもいいのか。なるほど。おお。これ持つんですかね。モーブルがあるときはレベル上げた星を集めた方がいい。強いな。そうです。なんかそうキールが来るのが遅くなった気がするな最近。まあまあ、まあ、4なので。はい、終わった。